どうしたの、こんな時間に。たまたま仕事で通りかかってね。ちょっと上がっていい？うわ、きっとの。うるさいな。ここ座って。私が見たらなんて言うかな。あ、そういや最近どうなのよ。うちの部署でもあゆみかわいいって話結構聞くけど。やっぱりまだ引きずってるか。別にそういうわけじゃないよ。アツシが死んだのはあんたのせいじゃない。アツシだってそう思ってるんじゃない。そうだ、明日あんた休みなんだから部屋の片付けでもしたらどうよ。この部屋なんとかするだけでも変わると思うな。でも
こういうのとかちゃんと飾るなりして片付けなさいよ。よし、じゃあ私帰るわ。しっかりやるんだぞ。じゃあね。片付けか。可愛くしてみました。あげる。あゆみ先輩、久野です。私に何か？実は先輩に話したいことがあって、ちょっとお付き合いいただけませんか？
あの、あつしさんからあゆみ先輩のことで相談を受けてたんですけど、私ゆきなって言うんです。そういうことだったんだ。え、あつしとは職場で知り合ったんだ。ダサいしセンスないけど、一生懸命服のこと勉強しててね、そういうところが好きだったの。付き合い始めは何をするのも楽しかった。でもだんだん陰でコソコソするようになって、何してるのかも教えてくれなかった。いや、それはゆきなちゃんがあいつの話聞いてくれてたんだね。ありがとう。おかげでやっと踏ん切りついた。やっぱり私が悪かったの。また来た。お疲れ。うん。おお、やればできんじゃん。ほい、差し入れ。やればできるでしょ。うん。あんた、あの手鏡どうしたの？捨てたよ。だってもう使わないし。あゆみ、そういうことじゃないんだよ。それで本当に前に進めるの？こうでもしなきゃ進めないよ。あの日アツシとは別れたんだから。アツシ本当に死んじゃうよ。もう死んでるよ。私にはあいつが隠れてこそこそ何かできたとは思えないな。
女の子たち可愛かったね。ね、可愛かった、ね。めっちゃよちよちだった。ね、子供好きだもんな、ゆきなは。よく知ってんじゃん。だってこの前もさ、うん、なんかほら、ちっちゃい子がこけた時に、なんかよしよししてたじゃん。あら、またち。ごめん、出ていい？どうぞ。はい。もしもし、ゆきなちゃん。あ、僕です。あつしです。どうされましたか？今デート中なんですけど。ごめんごめん。でもちょっとどうしても聞きたいことがあってさ。結婚してくれって面と向かって言うなよ。だって最後まで一緒だよが重くて僕だけの君になっては気持ち悪いんでしょ？あ、一昨日のさ、俺についてきてくれってのが臭いってアドバイスだけどさ。毎日味噌汁を作ってほしいってのはどうかな。それは振られますね。味噌汁俺は味噌汁よりも卵焼きだな。ゆきなの作る卵焼きは超うまいんだよ。そういうことなんでもういいですか。いいと思ったんだけどな。プロポーズならもっと飾らずに行った方がいいんじゃないですか。なるほどな。笑顔が綺麗、おしゃれ、まっすぐだけど不器用。あゆみ先輩って素敵な方ですね。やっぱりそう思う。まだ魅力がいっぱいある人でさ。あ、デート中だったんだよね。ごめんね、邪魔しちゃって。ああ、いいですよ、別に。私でよければまた相談乗りますから。ありがとう。ありがとう。じゃあね。オッケー。じゃあ行きましょう。よし。長かったね。ね、あったかい。ありがとう。うん。
ありがとう。じゃあね。